おや、マスター、奇遇ですね。あなたも読書ですか。いやー、ここはいい。古今東西さまざまな書が収められているとは。かのアレクサンドリア図書館も各屋の蔵書量。いえ、アレクサンドリア図書館を詳しくは知りませんが。ま、僕みたいなタイプにはうってつけの場所ですよ。うん、何度通っても飽きが来ない。しかもなんです、紫式部殿によれば、カルデアの蔵書データの全てではなく一部に過ぎないというのだから驚きだ。ところでマスター、返答をいただいていませんね。あなたも読書のためにここへ。違いますよね。今日は確か何らかの催しの日なのでは。サーヴァントや職員の女性陣を中心に昨日まで準備に勤しんでいる様子を見かけました。当世の催しのためだとすれば、あなたも決して無関係ではないのでは。というか、あなたはむしろ催しの中心にいるのではないですか。そうですか。僕に時間を割いている暇はないでしょう。事前調査をしたわけではないので断言はしませんが、その後ろ手に持った何らかの品、それはどなたかへの贈り物なのでは。つまりマスター、あなたは贈り物を渡すためにわざわざ地下まで降りてきた。違いますか。正解ですね。マスター、これでも僕は伝説に歌われるレベルの軍師ですので、知恵者です。隠し事ができるなんて思ってはいけません。一目で見抜きましたとも。その贈り物は、そうですね。昨日まで騒がしかったのが厨房であったからには、いわゆる消え物の類、経口摂取する嗜好品の類でしょう。酒精？それとも甘味かな？つまり僕はまた聖国を射たということですね。経口摂取の嗜好品。確かあれでしょう。元は中南米あたりで好まれていた貴重な飲料で。時を経て、主に固形の嗜好品として世界中に広まり、マスターの故郷ではちょうどこの季節のあたりに日頃の感謝を示すための贈り物や、意中の相手への思いを込めた贈り物として、確かそう、バレンタイはい、はい、僕にですか。ほう、ほうほう、え、僕ですか、本当に。
そうでしたか。うん。分かっていましたよ。僕を探して地下図書館まで来てくれた、そういうことですよね。最初から分かっていましたとも。あっはっ、疑われている。この視線は僕の言葉が疑われてしまっている。これはいけない。落ちかけた株を取り戻さなくては。というわけで、全てを分かっていた体の僕はこうするのです。ドトンの術とシミュレーターの合わせ技ということで一つ。贈り物のお礼です。とっておきの絶好の場所へご招待。絶好の場所ですよ。僕の、いえ、今は僕とあなただけのスペシャルプレイス。一体何をするのに絶好なんだと思います？サボるのに？ああ、惜しい。ヒントをあげましょう。僕とあなたの二人っきりですることですよ。もうお分かりですね、マスター。そう、ここは僕とあなただけの、誰にも邪魔されない絶好の釣り場です。いやー、まさか贈り物をいただいてしまうとは。ならば僕もとっておきをお返しします。ここであれば邪魔は入りません。思いっきりのびのびと思う存分。日頃の忙しさを忘れ、平穏と無念無想の妙味。釣りにかまけようではないですか。さあマスター、釣りの経験はどうです？まあどちらでも構いません。手取り足取り太鼓棒流の釣りを教えて差し上げる。さあやりますよ。